수비로 맞다! 本命ね、 ゴンボール そうだ本命はもう、その ジュビロメインにしてるあ、知識あ、知識は追いついてますこれまず認めますけどやっぱないんじゃダメだと思うもちろんそうだね失礼ちなみに今のことはある程度はもうある程度はまあまあちょっと軽くあ、 いいんじゃない今の知識ちょっとさらっと話してるほんまに俺もあんまジュビロのとわからへんけどイクパパ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 イ
ね、おーポーズのな、おぉちょっと詰まってそうね、じゃあ、6番の選手、あ6番は、はい、新加入の、うん、センターバック、フロリン、おぉ、正解正解正解、はい、あ、すごい、身長の高いね、身長そんな高くないそうなんだよね人によるよね、珍しく黙ってたのに20番20番は、ちなみに外国人選手です、あー、グリーニャ、正解すごいね、いいやん、じゃあ、まあちょっと俺らにも借りて8番あ、わかりました、あ、じゃあ、うじゃれ行こう、今度いや黙っこいつのヒントが悪いよ、俺らにもっていう8番は、FC 東京から移籍してきた大森幸太郎、おー、正解何あ、大森は頑張りたどん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 、あ、そうなんだ、頑張ウサギと同世代、そうなんだ、ウサギのスパイクをもらおうとしたりとかするぐらい仲いいウサギ、足元がすごい上手い選手、ガンボファンからしてもこの今野とかね大森とかおるのもちょっと楽しみやん、どうやってビットしていくんか、なるほど、めちゃくちゃ二人ともいい選手やから、で今野選手が怪我が明けたっぽくて、あマジで6月14日のこの間の試合出てたよね、出てたんで、めちゃくちゃいいね、やっと復帰したんで、例えばもし来シーズンガンバ対ジュビロがあったとして今野選手できたらガンバサポとしてはどういう反応するの、あ、ブーイングじゃない、ないでしょ、それは、あ、大森は、大森は、大森はどうやろな、分からん、それてか、結構デリケートじゃん、あ、デリケートね、そこでは、まあ、今度はもうゆくゆくはやっぱりね最後のあれやったらガンバに戻ってきてほしいから、あ、くらいのその功労者では、うん、あ、そうなんだ、やっぱ戻ってきてほしい、今度はもう、今ちゃんは、すごいな、坂本も入ってるな、入ってますよ、結構知ってる、まさに努力の後が、いやちゃんと努力のすごいすごいな、しかもルビーニャなんかサブ予定やから、その小川光輝とルキアの2トップってスタメン予想やから、うん、そのサブのフォワードとかちゃんと言える、すごい、でこの間の練習試合で19番のね、あの若手のミキナオト選手、19番のミキナオト選手が、小川光輝選手と2トップでこの間練習試合やって、はいはいはい、お互い1得点ずつ決めてるんで、あの小川光輝選手は2点なんだけど、相当いいセンターフォワードだった、いいんや、このミキ選手、ミキ選手すごくいい、172cm、65kg、うん、すごい くさびと裏に抜けるのがすごい、小川選手なんか長友のね、うん、YouTube チャンネルで日本期待のフォワードベスト3みたいで、あ、出てたんだ、選ばれてた、へ、タッパもあるからね、186でね、確かに、そうそう、新田のヘディングはやっぱすごく強い、うん、男前のパス、シンプルに男前、男前ファンできるやろね、あと本当にこのフォワードに必要なこのがむしゃらみたいな泥臭さみたいなのを持ってるの、じゃあガンバだけでなくですね、ゴムボールを中心に、うん、ジュビロ磐田も応援して、はい、必ずや来年 J1 の舞台で、うん、ガンバと対戦したいと思いますんで、ガンバのサポーターの皆さんも、うん、一緒に応援よろしくお願いします、よろしくお願いします、オッケー。